はい。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。速化塾の久保でございます。私は40歳でね、パソコンを始めて、いわゆるすぐにネットビジネスの世界に入ったんですけども、3年で1億円以上稼いでですね、現在48歳なんですけども、隠居して5年目というね、隠居ってのは要するに、まあ、どこにも出勤しないし、まあ何もしないですね、基本的には。で、YouTube を通じて皆さんにお得な情報を発信しながらね、 えー、そうやって生計を立てているわけなんですけども現在は投資の利回りとか運用益だけで暮らしてますので特にこの商品買ってくださいとかねこんなお得情報ですよとかこのツールを買ったら投資に勝てますよってことはあんまりしないですねほとんどしない年に1回ぐらいですかねそういうのはね、まあ、その中でねあの小刻みなお得情報っていうのは日々発信してるんですけどもこの23週間ダントツでおすすめする方法としてあるのは例のアプリなんですよ スマホアプリで、稼ぐ方法があるんですよねでこれは非常に簡単で、スマホアプリをダウンロードして、ダウンロードした後に、このプロフィールを作成する欄があるんですよ。で、そこにですね、まあ、身分証明のために、免許証番号などの個人情報を入れると。まあ、免許証番号だけでもいいんですけどね。ね。そして、紹介コードっていうのがあるんですよ。その紹介コードを入れると。そうすると、このアプリがスタートします。このアプリは何かっていうとね、 福岡フィナンシャルグループが作っているみんなの銀行というアプリなんですよ。これはですね、アプリがスタートした瞬間に、なんと1000円入ってるんですよね。いや、美味しくないですかこれ。アプリダウンロードして、ちょっとしたプロフィールを作成すると1000円入るアプリなんて聞いたことないでしょ。で、私ね、今ダントツでこれをお勧めしてるんですよ。で、このアプリのすごいところは、こっからなんですよ。なぜかっていうと、自分のアプリの、まあ、このプロフィールできますよね。そうすると、 今度はね、自分主体の紹介コードっていうのが発行されるんですよその紹介コードを持って今度はねいろんな人にこのアプリをダウンロードしてそして個人情報を入れた後に紹介コードを入れてくださいっていうふうにおすすめするとそして紹介コードを入れてもらうと自分に1000円が紹介料として入ってきますそして新しくアプリを作ってそこに紹介コードを入れた方にも1000円が入ってくるという1000円1000円の連鎖が始まるんですよね えそしてこれをね最大で30万まで1人が受け取れるわけなんですよですんでこのアプリをダウンロードして紹介コードを入れて1000円をもらったら早速紹介活動をね家族の方とかお父さんとかお母さんとかねお子さんとかご兄弟、姉妹親戚知り合い友達もしくはインターネット上の拡散こういったものを通じて日々入金をね楽しみにしていただきたいと思いますこのの入金っていうのはは翌日には コンビニの ATM で現金として引き出せますこのスピード感すごいでしょ、ね。こういうのね、私がね、情報業界に8年いますけども、初めて出てきました。しかも後ろ盾が、福岡フィナンシャルグループですよ。ね。ちゃんと金融業取っているところでございます。怪しいところがね、なんか ICO みたいなの仕掛けてるのと訳が違いますね。<laughs> <laughs> えー、安心して取り組めるんではないかなと思います。で、これね、1円もかからずに、もう、 ダウンロードからプロフィール作成まで5分くらいですよ。それで1000円ってすごくないですかそして最大で30万円まで狙えるわけですから、今この瞬間ね、やらない手はないかなと思います。で、こういった疑問を持たれる方もいるんじゃないかなと思うんですよ。このみんなの銀行というアプリなんですけども、このアプリをね、人に広めようと思っても、自分はメールマガジンがあるわけじゃないし、LINE アットもやってないし、そして YouTube で発信することもできないから、ちょっとね、 このアプリで稼ぐってことは難しいんじゃないかなって感じちゃう方はいると思うんですけどでもちょっと考えてみてくださいよこの無料アプリそして1000円儲かるアプリというこのすごくアドバンテージのあるアプリをですね紹介するよという名目でこういった YouTube を始めてみたりとかメールマガジンの第1号発行してみたりとかってのはどうでしょうかね第1号から第1発目からこんなお得情報が入っているようなメールマガジンとかねそれから YouTube チャンネルっていうのは 受けると思いませんかで仮に受けなくても今度ね新しいお得な情報がありましたら私流しますんでそれをもとに第2号を発行したりとかね続編を作ってみたりとかでもいいと思うんですよでもまあ私としてはねこの「みんなの銀行」っていう案件がキャンペーンが終わるまでこの1,000円が入るキャンペーンが終わるまでは毎日毎日ね同じ動画をどん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 量産して出してもいいと思いますよ同じような動画を私も各意私もやってます 本当にね、この2、3週間ですけども、毎日ね、みんなの銀行を紹介する動画を作ってはアップロード、作ってはアップロード、毎日1本か2本してるんですよ。そのおかげさんで、新しいチャンネル登録の方もできますし、新しいメールマガジンの読者さんもついてますし、えそして何よりもね、私のところにも入金があるということなんですよね。で、こういう風にして動画1本作って1000円とか2000円儲かるんだったら、こんなにね、儲かる動画のクリエイターさんってのはいないと思いますよ。 特に自分を初心者だと思うならまずはこの1000円を取りに行ってみましょうということなんですよねはい今回はみんなの銀行というアプリを紹介させていただきました私もこの話を聞いた時ねすごいなと思ったんですよねなんとねちょっとここでは大きな声で言えないんですけどもプラスで言っときましょうかえっ、ー、と犯罪歴のある方とか自己破産歴のある方とかカードブラックの方とかね審査がいろいろ通らないよローンが組めないよって方でも 銀行口座が作れなかったよって方でも、このみんなの銀行、作れちゃった実績が結構届いてるんですよ。どうですかね、これ。うん。もしかしたら、ちょっとね、いけない組織に入ってる方も、このアプリ作れちゃうんじゃないかなと思いますけども、そこはね、私の保証できる話ではありませんので、単なる一つの噂として聞いていただければと思います。えー、それではね、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。えー、ということでね、 私の YouTube チャンネルでは、このような儲かる情報とかね、お金の問題解決とか、そしてどうやったら稼げるのか、どうやったら自分のファンができるのか、YouTube チャンネルの読者さんはどうやって伸ばすのか、こういった情報を日々更新しておりますので、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。えー、それでは明日の更新まで、またしばらくお待ちください。ありがとうございました。